日本全国の戦う顔をした皆さん、こんにちは。2017年のドラフト1位で広島カープに入団した中村奨成選手、甲子園で大活躍し鳴り物入りで入団するも、ここまで目立った成績を残せておらず、挙句に SNS で出会った女性を妊娠させ、中絶を求めてトラブルになっていたことが発覚し、問題となっていました。しかし反省したかと思いきや、ここに来てまたもや女性トラブルを起こしたようです。今回は中村奨成選手が起こしたトラブルや今後の処遇はどうなっていくのか紹介していきます。プロ入り6年目のシーズンを終えようとしている中村奨成選手、これまでのところ目立った成績を残せていないだけでなく、昨年にはグラウンド外で女性トラブルが発覚するなど、チーム内での立場が危うくなりつつありました。もう結果を残すしかない状況に追い込まれていました。野球に真摯に向き合え、昨年末の契約更改時に球団からそう声をかけられたようですが、それが現在の状況を物語っています。2017年の甲子園で高校野球界のスターとなり、打てる捕手として同年のドラフトでは3球団競合の末に地元広島へ入団しました。まだ年齢は今年で24歳と若いですが、期待の若手とは言えない段階に差し掛かってきています。広島広陵高校では強肩強打の捕手として全国的に知られていましたが、3年夏の甲子園前まではドラフトで1位指名を受けるかは微妙な状況でした。そんな中で2017年に行われた夏の甲子園大会では6本塁打を放ち、大会最多記録を更新します。 PL 学園高校時代の清原和博氏が1985年夏に記録した5本塁打を超えたことで大きな話題となりました。中村選手は高校時代からやんちゃな部分はあったそうです。しかし広陵高校の中井哲之監督は、母子家庭で育った中村選手を実の父親のように厳しく指導したそうです。中村選手は周囲からの愛情に応えるように野球に真摯に取り組み、順調に実力を伸ばしていきました。早く母親を楽しさせたいという思いを尊重し、高卒からのプロ入りを認めない中井監督が翻意したそうです。中村選手はプロ入り3年目の2020年に1軍デビューし、翌2021年には初ヒットや初本塁打を記録するなど39試合に出場して、打率2割8分3厘、2本塁打をマークしています。昨季はさらなる飛躍が期待されましたが、出場試合数は27試合に減少します。捕手としての出場数は4試合から7試合に増えていますが、全体的に成績は下がってしまいました。ですが期待されながらも1軍での出場がなく引退する選手もいる中で、高卒5年目のプレイヤーとしては絶望的な結果ではありません。これまでは準備段階とも考えられ、これからが真の勝負となってきます。肉体や技術面に関しては間違いなく成長しているという評価が多いです。また今後は捕手として勝負することを明言するなど、方向性も定まったことも大きいと言います。しかし昨年は女性問題も噴出しました。他球団でも同様の件が多発していた時期で大きく騒がれてしまいました。プロ入り後の期待値と実際の成績との乖離もあり、ファンからは反発も目立ちました。また昨秋は日南キャンプメンバーに選ばれず、残留組として広島大野練習場などで練習しました。若手を鍛え上げるための秋季キャンプに呼ばれなかったことで、現役ドラフト要員になるのではないかとの声も聞かれました。スキャンダルもあった中で、人気商売であるプロ球団がリスク承知で契約してくれたことをどう捉えているでしょうか。汚名を返上する機会を与えてくれたので、とにかく必死にやって結果を残すしかありません。今度こそ本気になり、覚悟を持って野球に取り組んでいってほしいところでした。しかし中村選手はまたしても女性問題を起こしています。既婚者女性と肉体関係を持ち、女性の夫とトラブルになっていたことが10月19日の週刊文春の報道で発覚しました。文春の報道によると、中村選手と女性が出会ったのは昨年12月23日でした。広島市の飲食店で中村選手がナンパしたのが始まりなのそうです。2軍選手といえど、カープの選手は広島の街ではアイドルのような存在です。スターに声をかけられた女性は舞い上がり、意気投合すると連絡先を交換し、数日後には市内のホテルで肉体関係を持ったそうです。しかし異変に気づいた女性の夫に不貞の証拠を抑えられてしまいます。中村選手は夫と面会し、自筆の謝罪文と示談書を提出した上で500万円を解決金として支払いました。この500万円という金額は夫から提示したものではなく、中村選手側から提示してきたそうです。この額に特に異論はなかったようなので、夫もこれに同意し、この一件は決着したようです。ただ中村選手の言い分としては、相手が婚姻関係にあったということは知らなかったというのです。そうなると今回の一件は既婚者であるにもかかわらず、まんまとナンパに乗ってしまった女性側に問題があると言えます。何より示談が成立しているなら外野が口出すことではありません。しかし中村選手はそれまでの選手なんだなと思える一件となったように思えます。保守失格の烙印を押されながらも一生懸命練習して自力で正捕手の座を掴んだ坂倉選手と、捕手としての素質は十分なのにもかかわらず、女にうつつを抜かしていた中村選手との違いがはっきりと見えてしまいました。また中絶トラブルが発覚したのは昨年の10月26日で、野球に真摯に向き合えと釘を刺された契約更改は11月21日でした。しかしこの女性にナンパしたのはそこからわずか1ヶ月後の12月23日です。このスピード感からしてとても反省しているとは思えません。示談が済んでいるからいいという問題ではなくなってきています。昨季は坂本勇人選手が全く同じトラブルを起こしておきながらお咎めなしで、中村選手は大減俸という措置を受けました。なぜ処遇が同じではないのかという批判が少なからず巻き起こっていました。しかしやはり成績が見合ってないのであれば処遇に差が出ても仕方がありませんよね。今年も契約更改の時期が迫っていますが、首の皮一枚つながった状態でしたし、結果も残せていない上に今回の一件があったので、もう戦力外通告は逃れられないでしょう。また広島の支配下登録の捕手は8人もいて12球団最多です。正捕手の坂倉選手を筆頭にベテランの相澤選手と磯村選手が1軍では主戦力となっており、捕手のポジション争いは壁が高いです。若い石原智樹選手も力をつけていますし、さらに2年目の高木翔斗選手は高校3年夏の岐阜県大会6試合で3ホーマーを放った打撃力があり、高卒ルーキーの清水奏人選手は肩が非常に強いです。共に守備センスも高く、昨年育成選手から昇格した持丸大輝選手も守備だけなら1軍レベルにあります。これだけ素質の高い捕手が揃っているのであれば、なおさら中村選手の居場所はないでしょう。広島は以前諸事情があり、地元広島出身で広島の高校から即プロ入りの選手は獲得しないようにしていたのですが、そのタブーや不分率を破ってでも獲得したのが中村選手です。活躍しないというのであれば、通常は選手の伸びしろがなかったとかスカウトの見る目がなかったとかで終わる話ですが、このようなスキャンダルを引き起こして球団に迷惑しかかけていないので、もう中村選手の今後はないでしょうね。そして広島は以前のように広島出身かつ広島の高校の選手を獲得することもなくなるでしょう。中村選手の去就に注目が集まるところですが、さらに気になる点があります。文春が入手してネット上で公開している示談書によると、500万円は今年1月9日頃から女性と中村選手が交際し性行為を行ったことに対する解決金とされ、夫である男性も中村選手もその件や示談の経緯について理由の遺憾を問わず第三者に口外しないことを相互に約束するとされている上、男性が第三者に口外した場合は解決金を返金するとされています。こうした示談は民法の和解契約にあたり、合意した両者を法的に拘束するものですが、示談書の内容を見る限り漏れのないかなりきちっとしたものとなっているので、中村選手の代理人弁護士が作成したものではないかと思われます。男性が文春にリークした経緯やこの和解条項違反が解決金の返金など、次の法的紛争に発展するのか否かも注目されます。昨期に続き契約更改直前でリークされているあたりも何か関係があるかもしれません。中村選手の今後の動向に注目しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。